これが最後なのかと思う。私はビッシュのファンクな部分がすごい好きだったみたいで、ねえ、壁に何か打ち付けてる人いるんだけど、もう同じものは二度と作れないです。いやでもいいですね、ビッシュって感じが。ビッシュのメンバーでよかったなって思いました。今日は悲しいとか寂しいの涙っていうかは